ロジャースハマースタインのシンデレラは、ロジャースハマースタインによるテレビミュージカル。メルヘンのシンデレラ、特にフランスのシャルルペロー版、サンドリオン、ウラプティー・パンタフル・デベールを元にしている。物語は、残酷なママ・ハハと自己中心的な義姉妹から強制労働させられている若い女性がより良い生活を夢見ている。魔法使いの助けにより、 シンデレラはプリンセスに変身し、彼女のプリンスを見つける。シンデレラは、ロジャースハマースタインによる唯一のテレビミュージカルである。1957年3月31日、ジュリー・リュース主演により、CBS で生放送され、1億人以上が視聴した。1965年と1997年の2回、テレビミュージカルとしてリメイクされた。 1965年版はレスリー・アン・ウォーレン。1997年版はブランディが主演した。どちらの作品でもリチャード・ロジャースによる他のミュージカル作品の曲が追加された。ロンドンのウエスト・エンドでのパントマイム版など多くの舞台版も制作され、オリジナル版放送直後のニューヨーク・シティ・オペラ版はツアー公演を行った。2013年のブロードウェイ版。 シンデレラはダグラス・カーター・ビーンによる新たな脚本でローラオズンズ、サンティノ・フォンタナが主演した。1950年代、ミュージカルがテレビで放送されることが多かった。この10年間でアニーを銃を取れ、ワンダフルタウン、エニシング・ゴーズ、キス・ミー・ケイトなどのミュージカルのテレビ版が放送された。1955年、NBC は メアリー・マーティン主演により、ブロードウェイミュージカル、ピーター・パンのテレビ版を制作した。大ヒットしたためツボネはより家族向けのミュージカルを制作することにした。リチャード・ロジャースは、第二次世界大戦を題材にしたドキュメンタリー、第二次世界大戦前史の作曲で、エミー賞を受賞していた。NBC は、ロジャースハマースタインに接触し、 ただ単に既存のミュージカルのテレビ版を制作するのではなく、テレビ用のオリジナルのミュージカルの作詞作曲及び題材の選定を依頼した。二人はテレビで放送されたことのないメルヘンのシンデレラを選び、業界関係者のリチャード・ルワインに助言を求めた。ルワインはカラー放送を始めた当時の CBS の副社長であった。彼は二人に CBS はすでに テレビミュージカルの計画があり、そしてすでにブロードウェイでマイフェアレディの主演を務めたジュリー・アンドリュースと契約していることを告げた。ロジャースの自伝によると、ジュリー・アンドリュースと仕事ができるチャンスが来た。ロジャースハマースタインは CBS と契約を結んだ。CBS が放送技術、再放送の可能性についての権限を持ち、ロジャースハマースタインは 作品の所有権及びキャスティング、演出、装置、衣装の権限を持つことになった。1956年9月5日、CBS はこの作品の制作発表を行った。有名なメルヘン作品のミュージカル化について、ロジャースハマースタインは、オリジナルのシャルルペロー版を忠実に再現するとされた。ハマースタインは、サタデーレビュー氏のインタビューで、 視聴者の子供たちには自分たちの知っている話だと認識してほしい。当然その両親たちも見ることになるだろうが、皆がよく知る話の筋を変えることなく、登場人物をより人間的に近づけている。6回のコマーシャルを含め90分間に収めねば、ならず、6場面に分けることになった。タイム誌のインタビューでハマースタインは、シンデレラの脚本と作詞に7ヶ月かかったと語った。 1957年2月21日、リハーサルが始まった。エミー・賞監督ラルフ・ネルソンとミルトン・バール賞の振付師、ジョナサン・ルーカスがこのミュージカルに携わった。ロジャースの友人ロバート・ラッセル・ベネットがオーケストラを率いた。CBS の重鎮はアルフレッド・アントニーにが指揮者を務めた。3月上旬、CBS 社屋が CBS テレビジョンカラースタジオ72に転し、ニューヨークでの最初の CBS カラースタジオとなり、当時局内で最小のカラースタジオとなった。出演者56名、演奏者33名、スタッフ80名が4台の巨大なカラーカメラ、100着の衣装、5台以上の舞台背景、多数の小道具や特殊効果の道具などとともに、小さなスタジオに集結した。 オーケストラは音を拡大する装置とともに小さな部屋で演奏した。CBS はスポンサーとともに壮大なキャンペーンを行った。エド・サリバンも自身の日曜夜の番組でこの作品のプロモーションを行い、ロジャースハマースタインもシンデレラ放送直前の日曜に出演した。1957年3月31日、シンデレラが放送された。村の広場にて、 死者が王子の21歳の誕生日の祝典として王子が舞踏会を開催されると告げる。王国の女性たちは彼に会えると喜ぶ。最愛の父を亡くしたシンデレラは短期で自己中心的なママ母と義姉妹とのため家事をしている。彼女は彼女たちの買い物袋を抱え帰宅すると3名はシンデレラをこき使う。暖炉そばの片隅で彼女は 今のような使用人の生活ではなくプリンセスのような魅力的な生活を夢見る。その頃、王と王妃は祝宴に向けて準備中で、使用人たちは祝宴の計画の会議をしている。王と王妃は王子にふさわしい花嫁が見つかることを望むが、王子は王国の熱心な女性たちと面会することを少し恐れている。王妃は王と王子が話しているのを耳にし、王妃は王子をいたわる。 シンデレラの義姉妹は王子の目に留まるように舞踏会の準備万端でシンデレラの夢をあざ笑う。彼女たちが出かけるとシンデレラは一緒に出かけることを想像する。魔法使いが登場し舞踏会に行きたい。シンデレラの熱意により彼女はシンデレラを美しく成長した若い女性に可愛がっていたネズミとかぼちゃを有能なメシ使いと光り輝く馬車に変身させ。 彼女は舞踏会に向かう。11時30分、シンデレラは城に到着すると、入る前に魔法使いは12時を過ぎないように注意する。王子は一緒に踊った義姉妹を含む若い女性たちからの注目に飽き飽きしている。シンデレラが入場すると、すぐに皆の注目を集め、王子の興味を引く。シンデレラは王子と踊り、すぐに恋に落ちる。義姉妹は、 彼女が誰か分かっておらず、王子が小柄な美女といるのを見てなぜ彼は自分たちのような丈夫な普通の女性に興味を持たないのかと語る。王子とシンデレラは踊りながら自分たちだけの世界を作り、彼は彼女に愛を打ち明ける。キスを交わすが12時の鐘が鳴り、シンデレラは魔法が解ける前に逃げ出し、急いでいたためにガラスの靴が脱げてしまう。翌朝、 ママ母と義姉妹は舞踏会での出来事を思い返し、シンデレラも舞踏会に行き、王子と踊ったことを思い出す。その頃王子は踊った後すぐに舞踏会から駆け出したあの美女を探している。彼の死者は王国のすべての女性に靴を履かせてみている。シンデレラの家では誰もその靴が合わない。ママ母死者を使用人のシンデレラから目を逸らさせようとするが、 そこにはシンデレラはおらず城の庭に隠れていた。死者が王子が探している女性を見つけられず城に戻る。死者は隠れているシンデレラを見つけ、逮捕しようとする。魔法使いに促され、彼はシンデレラに靴を履かせてみる。靴は、ちょうど愛。王子を庭に呼び、彼は、彼女が愛する女性だと認識する。シンデレラと王子は結婚し、幸せに暮らす。 オリジナル版での使用楽曲を一家に示す。その後の再演では、南太平洋カラカットされ1965年版で初披露となった、ロンリネス・オブ・イブニング・オクラホマ。カラカットされ様々な公演で使用されている、ボーイズ・ガールズ・ライク・ユー・メが追加されることも、ある。1997年版、シンデレラでは、ホーリング・イン・ラブ・ウィズ・ラブ・ザ・スウィーテスト・サウンズ。 ゼアーズミュージックインユーが追加された。2013年のブロードウェイ版、シンデレラは二幕で構成され、メアンド・ジュリエットからカットされた、メ、フー・アム・アイ、ロンリネス・オブ・イブニング、南太平洋からカットされた、ナウ・イズ・ザ・タイム、ザッパー・スーと、ゼアーズミュージックインユーが追加された。オリジナルの1957年版は、ラルフ・ネルソン演出、ジョナサン・ルーカス振付で、 ジュリー・アンドリュースが、シンデレラ役、ジョン・サイファーが、王子役に配役された。他に、ハワード・リンゼーが、王役、ドロシー・スティックニーが、王妃役、エディ・アダムスが、魔法使い役、ケイ・バーラードとアリス・ゴスリーが、ギシー・モートのポーシャとジョイ役、アイルカ・カチェースが、ママ・ハハ役、インギー・ウォルフィントンが、羊役を務めた。ベティ・ノイズが、アンサンブルの母親役でソロを歌い、 ジョーレートーンは、クレジットなしのアンサンブルに出演した。1957年3月31日日曜、日東部時間午後8時、シンデレラが、東部、中部、山岳部で白黒およびカラーで、生放送され、西部では、太平洋時間の午後8時に遅れて白黒のみで、放送された。CBS アフィリエートにより、アラスカ、ハワイ、プエルトリコでも放送され、 カナダでは CBC で放送された。当時破格の37万6千ドルで制作され、ペプシ社やオールドスパイスのメーカーであるシャルトン社などのスポンサーがプロモーションを強く行った。ニールセン視聴率によると、平均1886万4千世帯が視聴した。1億700万人以上が視聴し、アンドリュースはエミー賞にノミネートされた。 白黒キネスコープが残っており、DVD で出版されている。しかし西部でのタイムディレイのためのビデオテープは残っていない。またカラーの録画技術も当時まだなかった。王子役のスチュアート・デーモン、シンデレラ役のレスリーイ・アン・ウォーレン舞台版の成功後、ツボネはテレビ版リメイクを決めた。1957年版はビデオテープが登場する。 前であり、白黒版が一本残っているのみであった。CBS はロジャースをエグゼクティブプロデューサーに迎え、1965年版を上演することにした。1960年にハマースタインは亡くなっており、ロジャースがジョセフ・シュランクに新しい脚本を依頼して、より伝統的な話に近づけたが、ほぼ全てオリジナルの楽曲を残した。新たな脚本では、王子が旅行後に、 お月と共に、シンデレラの家に水を飲みに立ち寄る。シンデレラは家に一人でいたが、このハンサムな旅行者が誰か気づかない。お月が彼を、殿下と呼び、水をうやうやしくさししだしたことから彼が王子である、ことに気づく。王子が旅に出た直後、ロンリネス・オブ・イブニングを歌う。舞踏会の話が出る前、シンデレラは、イン・マイ・オン・リトル・コーナーを歌う。騎士妹の名が変わり。 ロイヤルドレッシングルームシーンはカットされた。1965年版はチャールズ・エス・デュビンが演出、友人ローリングが振付を務め、ハリウッドの CBS テレビジョンシティでビデオ録画された。ウォルター・ピジョンが王役、ジンジャー・ロジャースが王妃役、セレステ・ホルムが魔法使い役、ジョー・バンフリートがママ・ハハハ役、パット・キャロルとバーバラ・ルイックが ギシイモートのプルネラとエスメレル大役に配役された。スチュアート・デーモンが王子役を務め、当時18歳だったレスリー・アン・ウォーレンが主役のシンデレラ役を務めた。この作品では珍しく吹き替え俳優のベティのイエズとビルリーが夫婦役で出演し、娘役のトゥルディア・メズのための歌を歌った。1965年2月22日に放送され、 その後1974年2月まで8回再放送された。1965年の初放送時、ニール選手視聴率は42.3で、ニール選手視聴率測定開始から2009年までの CBS のスポーツ中継以外で最高視聴率を記録し、またこの時すべてのジャンルで50番目の視聴率となった。1997年版は、ロバート・エルフリードマンが、 脚本、ロバート・イスコブが演出、ロブ・マーシャルが振り付け、ホイット・ニー・ヒューストンとデブラ・マーティン・チェイスがプロデューサーを、務めた。1997年11月2日、ウォルト・ディズニー・テレビジョンにより放送された。シンデレラ役に、ブランディ、魔法使い役にヒューストン、ママ・ハハ役にバーナデット・ピーターズ、王子役に、パオル・モンタルバン、王妃役に、ウーピー・ゴールドバーグ、王役に、 ビクター・ガーバー、使用人、ライオネル役に、ジェイソン・アレクサンダーが配役され、多人種のキャスティングとなった。ミュージカル、ザ・ボーイズ・フロム・シーロ・キュースから、ホーリング・イン・ラブ・ウィズ・ラブ、ミュージカル、ノー・ストリングスから、ザ・スウィーテスト・サウンズ、1953年の映画、メイン・ストリート・ツー・ブロードウェイから、ゼアーズ・ミュージック・イン・ユーなどの曲が追加された。6000万人が視聴した。 ハマースタインの脚本からの変更点は魔法使いが物語を開始し、不可能なことはないと語る。義心妹の名がキャリオペとミネルヴァに変更になった。城での生活から逃避するため王子が農民に変装し、お月のライオネルが心配する中、王子は市場を歩き回り、シンデレラと出会い、お互い惹かれる。シンデレラは舞踏会で家族や身元を尋ねられて恥ずかしくなり、 泣きながら庭に握ると魔法使いが登場してサポートする。ママ母が舞踏会から帰宅するといつも以上に冷酷でシンデレラは家出をする。魔法使いは王子に相談するようアドバイスする。女性たちに靴を履かせてみた後王子とライオネルは家出してきたシンデレラを見つける。彼女の目を見つめ王子は彼女こそがと確信し靴を履かせる。結婚式で 魔法使いは二人を祝福する。1958年、ロンドンコロシアムにて、メアンド・ジュリエットの曲を使用したパントマイム公演が行われた。ハロルド・フィールディングがプロデュースし、1958年12月18日に開幕し、ホリデーシーズンに上演された。イエナが、シンデレラ役で他にトミー・スティール、ジミー・エドワーズ、ケネス・ウィリアムズ、 ベティ・マーズデンが出演した1961年により、アメリカで舞台版が上演されるようになった。1993年と1995年、ニューヨークシティ・オペラが上演し、魔法使い役にサリー・アン・ハウズ、ママ・ハハ役にナンシー・マーチャンドとジーン・ステープルトンが配役された。2004年にリメイクされ、 魔法使い役にアーサー・キット、王役にディック・バン・パターンなど、その他テレビ界のスターが出演した。2000年から2001年にかけて、全米ツアー公演が行われ、魔法使い役に、キット、シンデレラ役に、デボラ・ギブソン、王子役に、パオル・モンタルバン、ママ・ハハ役に、男性のエブレット・クイントンが配役され、2001年に、マディソン・スクエア・ガーデンの劇場で公演した、サイ・サイ・ラーが、 シンデレラ役を務めた。30週間に及ぶアジアツアーが行われ、フィリピン出身のレア、サロンガとオーストラリア出身のピーター・セイドが主演した。ボビー・ガルシアが演出、ビンス・ピースが振り付け、レナート・バレストラが衣装、デイビッド・ギャロが装置、ポール・ミラーが照明を担当した。2008年7月29日、フィリピンのマニラで初演し、セイアン氏、テイ・シュ氏、 重慶市、新鮮市、広州市、上海市、北京市の中国7都市と香港で公演した。その後対、シンガポール、マレーシア、韓国、日本で公演した。2008年、キャストアルバムが出版された。最初のブロードウェイ公演のため、ダグラス・カーター・ビーンが新たな脚本を執筆した。彼のあらすじは、シンデレラが王子に王国の不正を築かせるものとなっている。 王子の両親が亡くなり、国悪大臣が王子を操って圧政に同意させようとする。新しい登場人物で反逆者のジャン・ミシェルが、義姉妹とのゲーブリエルと恋をし、政府を崩壊させようとする。オリジナルからのよく知られた楽曲のほか、ロジャースハマースタインのストックから4曲を追加した。2013年1月25日からプレビュー公演、3月3日から、 本公演が、ブロードウェイ劇場にて開幕した。マイクブロッを演出、ジョシュ・ローズ振付を担当し、シンデレラ役に、ローラ・オズネス、王子役に、サンティノ・フォンタナ、クレイジー・メアリー、魔法使い役に、ビクトリア・クラーク、ママ・ハハ役に、ハリエット・ハリス、首相役に、ピーター・バートレット、義姉妹・シャーロットとゲイブリエル役に、アン・ハラダとマーラ・ミンデル、ジャン・ミシェル役に、 グレッグヒルドレスが配役された。アナ・ルイゾスが装置、ウィリアム・アイビー・ロングが衣装、ケネス・ポスナーが照明と担当した。トニー賞を9部門にノミネートされ、ロングが衣装デザイン賞を受賞した。ドラマデスクアワード5部門にノミネートされ、編曲賞、衣装デザイン賞、そしてオズネスがミュージカル女優賞を受賞した。評判は賛否両論であったが、多くの批評家が、 オズネスの演技を称賛した。キキパーマーはシンデレラ役の代役の一人であった。ガーディアンが見にこのような典型的白人キャラクターにアフリカ系アメリカ人を配役することはゆっくりではあるがブロードウェイが進化してきていることの象徴であると記された。2015年1月3日、41プレビュー公演、770本公演後、ブロードウェイ公演は閉幕した。 2014年10月から2016年5月まで、全米ツアー公演が行われている。1986年シアターアップル公演翻訳、役史、演出、加藤忠しシンデレラ、伊藤司、王子、信義幸、魔女、松岡ゆり子、ボーイズガールズ・ライク・ユーメが追加されている。1995から97年コマ・スタジアム公演演出、振付。 サミーダラスベーズ、翻訳、訳詞、早川康喜よシンデレラ、酒井のりこ、浅野香代、王子、石井和隆、沖田博之、魔女、久野綾の子、ボーイズガールズ・ライク・ユー・アンド・メと、ロンリネス・オブ・イブニングが追加されている。2002年8月新宿コマ、劇場、シンデレラ、東野アスカ王子、ジュリサキホ、妖精、放覧2003年12月、 梅田駒劇場、シンデレラ、東野飛鳥、王子、麻痺性、妖精、放覧2008年8月駒スタジアム公演翻訳、役史、早川康清、演出、脚色、酒井住夫シンデレラ、高橋愛、王子、荒垣李沙、魔女、朝路崎新宿駒劇場を似て、モーニング娘。と宝塚歌劇団戦家及び卒業生による、女性のみの公演が行われた。 モーニング娘。のメンバーの高橋愛が、シンデレラ役、荒垣リ沙が、王子役に配役された。1957年版は、当時のアメリカの人口の約6割となる1億700万人が視聴し、当時の史上最高視聴率となった。バラエティ氏は1世帯平均4.43名として2420万世帯が視聴したと見積もった。王子役のジョン・サイファーが、 放送終了数分後にスタジオを離れて、外を見ると、多くの人々がテレビを見ていたためマンハッタンの道路に、車がほとんど通っていなかったことを後に語った。ニューヨークタイムズ紙のジャック・ゴールドによると、魔法の部分は少なかったが、このシンデレラは素晴らしかった。彼は幅広い反応があり、拒否反応を起こす人もいればまあまあいいという人もいるが、 素直に素晴らしいという人の方が多いと記した。彼はアンドリュースをカラー映像にとても映えると称賛した。しかし彼はハマースタインがなぜギシイモートを不快なボードビルのピエロに仕立てたのかと脚本に不満を持ち、他に基本的なショーマンシップが足りず、シンデレラの衣装がシックすぎでファンタジーの夢のようなドレスにできなかったのか、そしてステージは 深みがあったが限られた広さは舞踏会のシーンを損ねたと記した。音楽について彼は、ロジャースハマースタインの最高傑作とは言えず、彼らの過去の成功作にどこか似ているとしたが、うち4曲を称賛しつつ、テレビではオリジナル曲は事実上存在せず、結局少し変わっただけであり、現代のブロードウェイミュージカルはそれほどメロディを誇示することはできないと記した。 1965年版は何度か再放送された。1997年版は6000万人以上が視聴し、その週最高の視聴率であった。この時代のテレビミュージカルで最高の視聴率となった。視聴者からはヒットしたが、レビューは賛否両論であった。劇場史学者のジョン・ケンリックは、ひどいリメイクと評したが、ママハ早くのバーナデット・ピーターズがお約束で靴を、 はこうとするシーンは愉快であったと語った。ニューヨークタイムズ紙は、王子役のパオロ・モンタル・バンを昔ながら古いタイプの深い声、ライオネル役のジェイソン・アレクサンダーはコミカルさ、王妃役のゴールドバーグは王家の品格とおせっかいな母親を良い感じにブレンドし、ママ母役のピーターズは力強い高猾なコメディエンヌとして出演者たちを称賛した。しかし作品は、 必ず輝く馬車になるとは限らない、カボチャのようで、ロジャースハマースタインの曲にしては劣り、作品に魔法はかけられなかった、と記した。さらに、おおむね魅力的であったが、時事平凡で、これは、ぎっこちない、シンデレラであった、と記した。しかし他の批評では称賛された。ある批評家は、絶好の機会に時代を超えた作品で、A 評価と記した。他の批評家は、 このリメイクはおすすめとした。1998年のバレンタインの夜に再放送され、1500万人が視聴した。2013年のブロードウェイ版は賛否両論であった。ニューヨークタイムズのベン・ブラントリーは、この公演について、古典と斬新さ、感傷的と不機嫌さ、誠実と皮肉をすべてを一度に表現した、輝けるパッチワーク作品にしたかったのだろうが、 実際にはできていないと記した。ファイナンシャルタイムズ紙は、オズネスをはじめとする出演者、衣装、振り付けを称賛し、公演は確かに楽しいが、時々、中だるみすると述べた。タイム誌のリチャード・ゾグリンは、華やかで活気があり、曲も良いが、1957年のテレビ初演と比較すると劣ると記した。シカゴ・トリビューン紙の批評家は、 根本的な問題は全くロマンティックでなく、ほとんど笑えない内容のビーンの難しい脚本が観客を寄せ付けないことである。新たな脚本はよく知る、物語の基本的な論法を排除し、古い時代からのこのミュージカルの魂をすべて踏みにじっていると記した。USA Today 紙は好意的で、オズネスと才能ある共演者たちは優美な商品に独自のメルヘンを作り上げ、 その一瞬一瞬が年齢を問わず観客たちを魅了すると記した。AP 通信のレビューは、ビーンの脚本を称賛し、モンティ・パイソンのスパマロット・スコシとレ・ミゼラブルいくつかを足したような甘く新鮮な作品と記した。また出演者は、第一級で物語は突飛だが愛に満ちているとした。放送から約2週間前の1957年3月18日、 コロンビアレコードは、モノラルと、ステレオで、テレビ版、シンデレラからいくつかの曲をレコーディングし、同年モノラル版を、翌1958年ステレオ版を出版した。ステレオ版は後に、ソニーから CD で再出版された。放送の前日夜、ドレスリハーサルが、白黒キネスコープで録画され、2004年12月、PBS の、グレートパフォーマンセズで放送された。 後に放送直前の日曜日にロジャースハマースタインがエドサリバンショ賞に出演したサイのキネスコープを含むドキュメンタリー DVD が出版された。1959年 RCA ビクターはメアリー・マーティンとリトル・オーケストラ・ソサエティによる短縮版シンデレラを出版し2010年に CD で再出版された。1965年版のキャストアルバム LP が コロンビアマスターワークスレコードから出版され、後にソニーから CD が出版された。1957年版、1965年版、1997年版3本すべて DVD が出版された。2013年のブロードウェイ版のキャストレコーディング、シンデレラがゴーストライトレコードから出版された。ありがとうございます。